小藤泥流とは、今から約十万年前の富士山の小藤木と呼ばれる火山活動のうち、特に二から三万年前の噴出物が堆積した地層の一種。小藤泥流層は、この小藤の火山活動の末期の泥流を含んだ火砕流の流出によって形成された。火口から噴出した火山砂、火山灰が大量の水蒸気とともに吹き出した木に勢いよく流れ斜面を降り、 川筋に入り込み谷を埋めるように流れていき、堆積することで地層を形成した。泥流は四方に流下し、西六、富士宮市から富士市にかけて天使が、竹、大石寺の北側狸湖周辺からその南の広範囲に、北東では山梨県の鶴市から大月を経てさらには、富士山から約40キロメートル先の猿橋まで、東録では御殿場から、 小山町までの JR 御殿場線の両側、椿り登山道と御殿場登山道に囲まれた馬返しより、下部に小富士泥流層の存在が確認されている。特に2900年前の噴火で、泥流は、御殿場を源流するあ沢川の谷間に流れ込み、相模湾沿岸まで達したという。この泥流体積物イコール、御殿場泥流が、現在の御殿場一帯の線上の地を作り上げ、 その層は最高50メートルもの厚みがある。あゆ沢側から佐古川では平均20から30メートルもの泥流堆積物が谷を埋めたことによりそれまでの谷の対応を翻した。佐古川に合流する多くの谷でも泥流が流れを遡ったことで谷の出口が塞がり一時的な天然ダムが形成されたことが確認されている。また佐古川では五天場泥流によって 他のカ流平野で見られるようカ塚が埋められてしまったらしく発見されない。小藤火山の作り山活動はそれまで海を巡らせていた富士を北側に位置する箱根山や三坂山脈につなげてしまった。このつながりによってできた広大な裾野には湖や川が誕生し、それこそ今日富士五湖と言われる一連の湖の原型となった。この泥流堆積物の成分は ゴツゴツした玄武岩格暦から亜鉛歴を含んでいる業界格暦岩である。特質として水を通しにくい不凍水槽で白糸の滝の下部などで見られる。小富士は激しく活動しており何度かの爆発を繰り返していると見られる。小富士はその後休眠期を経た後現在の富士山、新富士火山が形成される過程で度重なる火山活動により 溶岩層と火山噴出物層がどんどん堆積された結果、今から5000年前には覆い隠されてしまった。その後の宝永山噴火によって、宝永大噴火口の近くの露出した赤石と呼ばれる山頂のみが現在見ることのできる小富士の姿である。小富士火山はまた、西風に運ばれ関東ローム層の赤土の一部も形成した。 関東ローム層の4層のうちの立川ローム層、武蔵野ローム層には小藤火山との関係が見られ、根拠として立川ローム層の中から発見された木片の年代と小藤火山の活動年代の位置、武蔵野ローム層と立川ローム層の厚さが、武蔵野下6から7メートル、相模原付近で15メートル、大磯急陵地で20メートルと富士山に近づくにつれ、層が厚くなり、 それに伴い土の粒が大きくなっていることが挙げられる。この泥流が2から3万年前に頻繁に火山噴出物として流出した要因として、この時期が最後の氷期と重なることが挙げられる。山頂に積もる氷河は噴火の熱によって溶けて水蒸気となり、それが火山差や火山灰と混ざることで泥流となったのだろうと考えられている。小富士の火山活動は、 富士山の歴史上最も巨大であり、摂氏500度以上の溶岩が河口から流れ出た。泥流を作り出した水蒸気は上空で大きな積乱雲となって現れ、泥流の速さは実に時速70キロ以上だったという。また、五天場泥流は泥流堆積物が多種多様の岩型を含み、また噴火の一時的噴出物が不明確であるという泥流蓄積物の特徴や、 分布の様子から、富士山の山体が山体崩壊し、それに伴って泥流が押し出されたと考えられている。その時の泥流堆積物は1から2キロ立方メートルであったことから、想定される山腹の噴火に伴う大きな傷跡は、後の溶岩流などにより修復されたと考えられ、現在は見当たらない。ありがとうございます。